こんにちは、山中もとむです。今回は東京都心赤坂駅から歩いてすぐコスパ最強のサウナでじっくり疲れが癒せるホテルを紹介します。都内泊まる際はコスパも重視したいけど、サウナでゆっくりと癒されたい、疲れを取りたいという方におすすめのホテルなので、気になる方はぜひチェックしてみてください。今回紹介するのは東京赤坂にあるホテルギブマックス赤坂グランデというホテルです。こちらのおすすめ、なんといってもサウナです。東京の都心赤坂エリアにありながらサウナを楽しむことができます。サウナの設備、いわゆるドライサウナになっていて、サウナルーム内にはテレビも設置されています。レジャー後や仕事疲れの疲れをぜひ癒してください。浴室エリアにはもちろん水風呂も用意されています。水がめをためたスタイルになっていて、サウナの後シャワーで汗を流して水風呂で整えてください。シャワールーム、タイル張りの空間になっています。外気浴のスペースはありませんが、サウナと水風呂、そしてシャワーで都心のアクセス良好なエリアにありながらサウナが楽しめる作りになっています。パウダールームではドライヤーやウォーターサーバー、クシなど各種設備も揃っています。こちらのサウナルーム、宿泊者の方は男性限定ですが無料で利用することができます。夜の疲れを癒すだけでなく朝の時間もできるので、いわゆる朝サウナ、シャキッと整えたいという方にもおすすめな設備です。サウナ設備興味持たれた方へ客室もご紹介します。客室、私が泊まった時はシングルルームのタイプの部屋に宿泊しました。部屋の中開けると白を基調とした空間で、内部テレビや宿泊者の方向けに作業をするデスク、ベッドも広々としていて十分に休める空間になっていました。バスルームも綺麗に整備されていて、ささっとシャワーを浴びたいという方、部屋の中のシャワーを利用することもできます。また入口近くのところにはスーツケースを置くスペースもきちんと確保されていました。空気清浄機もあるので部屋の中で作業をするという方、安心してできる作りです。アクセス、場所は東京の都心港区赤坂にあります。東京メトロ地下鉄千代田線の赤坂駅から歩いてすぐの立地にあります。ビジネスやまた東京への観光などで行く際も拠点として使える立地です。気になる宿泊料金、私が宿泊した時は日曜日限定サウナ付きプランで1泊税込み3000円でした。1名で宿泊した際のシングルルームでの価格です。また複数人で泊まった時や連泊などによって宿泊プランがあるので、気になる方は概要欄にリンク先を貼っておきますので、そちらから詳しく見ていただければ幸いです。最後に今回のまとめです。今回は東京都心赤坂にあるホテルリブマックス赤坂グランデについて紹介しました。都心の抜群の立地にありながらサウナ宿泊者の方が楽しめるホテルです。ぜひ皆さんもサウナでじっくりと疲れ癒してみてください。皆様都心宿泊される際、参考になる内容であれば幸いです。それでは皆様良い旅を。参考になったという方はいいねの高評価、またチャンネル登録お願いします。それではまた次回お会いしましょう。